神宮寺ゆ太平野翔の真実に迫る。密室での可愛すぎる一幕にファン大興奮。ナンバーアンダーライン愛のメンバーが明かす仲良しすぎる関係とは ?2024 年5月8日深夜、ナンバーアンダーライン愛のメンバー、平野翔と神宮寺ゆ太たが主役を務める楽しげな動画が公開された。 暗闇の中で二人が生き生きと踊る姿は観客の心をつかんだ。このような動画を見るとファンの心が高まるのも無理はない。ブローユアーカバーという盛り上がりのある楽曲を背景に二人が一緒に楽しそうに踊る姿はまさに息もつかせぬほどのエネルギッシュな光景だ。夜遅くまで続く二人の楽しむ様子は視聴者にとってもまさに癒しであり。 元気をもらえる貴重な一時となっている。ファンの反応を見ると、神宮寺優太の穏やかで控えめな印象と、平野翔の明るく楽しげなキャラクターのギャップが魅力的だと指摘する声が多い。二人の相性の良さが動画からも伝わり、ファンの心を掴んでいるようだ。特に神宮寺優太のオペコリをペコリとした可愛らしい仕草や、平野翔の照れ隠しの頭を振る仕草など、 細かな動きにも注目が集まっている。ファンからは、可愛すぎる。仲良しすぎるといったコメントが寄せられている。実際、この動画を見ると、まるで修学旅行に行った男子高校生のような楽しげな雰囲気が漂っている。ベッドがぐちゃぐちゃになっているのも、二人が夜遅くまで遊び続けていた証だろう。しかし、 そこには何か心温まる光景が映し出されている。ファンからは、また何やってるのと困惑しつつも、可愛すぎると心を奪われているようだ。確かに、この動画からは、平野と神宮寺の強い絆と信頼関係が感じられる。過去にもこの二人は、様々な共演を重ね、ファンを魅了してきた。その度に、二人の仲の良さが際立ち、 ラスボスなどと呼ばれることもあった。しかし、そうした評価とは裏腹に実際の二人の様子を見ると純真でお似合いのカップルのようにも見えてくる。今回の動画もそんな二人の素顔を感じさせる一本となっている。ファンからはもう初めてのお泊りディズニーみたいと指摘されるほど二人の楽しむ様子が生々しく捉えられている。そこには ただ単に仲の良い友人だけでなく、より深い絆が感じられるのだ。こうした動画を通して、平野と神宮寺の温かな魅力が改めて発信されていると言えるだろう。最近では、アーティストとファンの関係が一方通行的ではなく、双方向的になってきている。特に SN、SNS の発達により、アーティストの私生活に踏み込めるようになり、 ファンと彼らの絆が深まっている。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちもそうした傾向に乗っかりつつあるようで、この動画はまさにその恒例と言えるだろう。ファンが求めているアーティストの素顔や生の姿を垣間見せてくれているのだ。ここでは平野と神宮寺の中睦つまじい様子が随所に描かれている。そうした彼らの姿を通して、 ファンは癒しと喜びを感じ取ることができるはずだ。そして何より、このような動画を通して、ファンとアーティストの絆がさらに深まっていくのではないだろうか。時代とともに変化する中で、アーティストが自身のプライベートな一面を積極的に開示することで、ファンとの関係性がより密接なものへと発展していくのかもしれない。ここでは、 平野と神宮寺という二人の魅力的なアーティストたちがファンの期待に応えるかのように自身の楽しむ様子を披露している。それはファンの心を直接的につかみ取るような臨場感に溢れている。こうしたアプローチはアーティストとファンの絆をより強固なものとしていくだろう。これからのエンターテイメント業界における新しい関係性を示唆しているのかもしれない。 私の心をくすぐるポイントは、ペコリペコリな神宮寺くんと章を置くんです。岸くんもニコニコしているのでしょうかナンバーアンダーライン愛のスタッフの投稿動画を楽しみましょう。お泊り会が楽しくて仕方ない二人は、本当に可愛いですね。この動画はまるで紅茶屋らにいるかのような雰囲気ですね。何をしているのか、本当に楽しそうですね。 修学旅行の男子たちの楽しい思い出を感じます。今日もベッドは散らかっていますね。この部屋はツインベッドでしょうかトリプルベッドだったらいいのにな。今日も腰を振るのでしょうか思わずドキドキしてしまいます。しかし、賞賛はどうしてくれるのでしょうか最初から最後までニッコニコ笑顔の神宮寺くんはたまりません。そして、 マットの間にどんどんハマっていく翔くんも本当に可愛いですね。この動画はまるで初めてのお泊りディズニーに行ったカップルが撮影した記録動画のようです。そして彼女が浮かれすぎてベッドを乱している様子は三部作の完結とも言えるかもしれませんね。期待を裏切られたと感じる人もいるかもしれませんが、やはり今日も明るい気持ちにさせてくれますね。最近の投稿を見ていると、 神宮寺くんがなぜラスボスと呼ばれるのかがわかる気がします。彼の行動はおかしなものの、なぜか今日は上品に見えてしまいますね。こんな素敵な曲の BGM に合わせて、彼らが何をしているのか、3日間ずっと楽しく見守ってきました。昨日と一昨日はすごいことが起こっていましたが、今日の動画は比較的穏やかでしたね。しかし、何を見せられているのか、 少し疑問に思う人もいるかもしれません。修学旅行の最終日の夜、私たちは親友二人で記念写真を撮りました。友達の一人は激しく降りすぎて、先生に呼ばれてしまいました。しかし、この旅行は本当に楽しかったです。こんな可愛らしい動画を見ていると元気が出ますね。私は生きていけるでしょうか 修学旅行の3日目、エッチーなことが起こるかもしれないと心の準備をしていましたが、なんとも可愛らしいカップルでした。彼らの仲の良さは本当に素敵ですね。彼らの不思議な動きにただただ見入ってしまいます。こんな可愛らしい動画を見て、今日も幸せな気分にさせてくれてありがとう。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが共有する楽しげな動画は、 ファンにとって単なる娯楽以上のものがある。そこには、アーティストとファンの絆を深める重要な意味合いが込められていると言えるだろう。戦術したように、SNS の普及により、ファンはアーティストの私生活に深く関わることができるようになってきた。そうした中で、アーティスト側もファンとの関係性を強化する試みを行っているのが現状だ。 ナンバーアンダーライン愛の動画もその一例だと言えるだろう。平野翔と神宮寺優太が楽しげに踊る姿を捉えた動画は、ファンの心を大いにつかんでいる。視聴者からは、可愛すぎる、仲良しすぎる、といったコメントが寄せられており、二人の魅力に心を奪われているようだ。特に注目されているのが、二人の微細な仕草や表情だ。 神宮寺のオペコリオペコリした可愛らしさ、平野の照れ隠しの仕草など、ファンにとっては救い取りたくなるような小さな魅力が散りばめられている。そうした細かな部分にまで注目が集まるのは、ファンとアーティストの絆が深いからこそだと言えるだろう。最後に、こうした動画を見て感じたのは、アーティストたちの素直な喜びの表現である。彼らが楽しむ姿を目にすることで、 ファンも自然と笑顔になれるのではないだろうか。小さな喜びを分かち合う。それがアーティストとファンの理想的な関係性なのかもしれない。今回の動画はそうした希望を感じさせてくれる一本だと言えるだろう。